晴らしい冒険だったと思いますけども、さあ、あのさん、お父さんお母さん、みんな優しくしてくれて受け入れてくれたからこそ、味わえたシンバにとってのこれから先ないぐらいの人生経験だと思うから、もう家族の方に感謝です。まあ、手紙やばかったね。なんかやっぱこう多分通じてない単語ってもあると思うんですよ。そうか、そうやな。そう、でも表情とか見て、もうみんな泣いてて、素敵すぎてごめんなさい、もうコメントがもうないです。今日なんか冒険少年に出てる感じがしないぐらいいっぱい泣いてます。普段感動しないもんね。違う、そんなことない。